おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、固定フィギュア3連続シリーズといいますかの第3発目、最初に紹介したのがうずき、その次がりんちゃんです。そしてこれが届くのを待っていたということで遅れちゃったって感じかなと。はい、それがこちらになります。じゃんと。はい、本田美優ミオだ、本田美優、ニュージェネレーションバージョン、こちらも固定です。はい、これが正面、側面、はい、うずきとりん、こちらと同じようにパッケージはキラキラ加工と。多分このシリーズは全部こういう感じでいくんでしょう。はい、裏、反対側、上です。ではレッツオープン。よいしょ、よいしょ。前回の渋谷ビン、こちらはちょっとあのマイクスタンド組んだりするのがちょっと手間取りましたけど、今回はそうはいかないんじゃないかなと、そう信じております。おう、はい、袋から出してないですけど、説明書っつってもこんだけです。本体をベースに取り付ける方法だけですね。はい、本体です。今回は前回と違ってちょっと特殊な箱状のものが載っているベースになってますね。そして本体としては特に表情の交換パーツとかそういうのも全くなしという感じですね。まずベース、こちらは多分ここに透明なパーツが乗ってるんですけど、ここに膝が乗って、手で固定して終わりと。特に何もないですね。ただ汚れもないし色のハゲもないので非常に綺麗ですね。おお、終わりかい。はい、これ本体です。これはもうさっさと乗っけちゃいましょう。終わり。はい、こんな感じです。おうおう、なお危ね。一応支えてるのがここの両膝と手で、固定されてるのはここ一点のみです。それなので簡単に取れそうなんで怖いですね。その時にここ結構外にピョンと飛び出してる細いパーツなので、落下した時に、破損する可能性が大ですね。して、うずき、りんちゃん、ミオの中で確か一番大きいはずです。ここ。はい。こちらも、衣装等ですね。こちらも、色の村とかそういうのもなく非常に綺麗に仕上がってるんじゃないでしょうか。そしてちょっとポージングがポージングなんで、ちょっとした角度ですぐミオだけこういう状態、ここがこういう状態になりやすいと。リンちゃんもちょっと動かしてる時にはなりそうでしたけど、これ一番角度的になりやすそうですね。ドン、うん、ベースに置いてもそんなにあれですね、倒れやすいとかいう印象はないので非常によろしいんじゃないでしょうか。そして、こう真ん中に一応置くとですね、やはりちょっとポージングの関係でちっちゃく見えるんですけど、多分普通に立てば身長同じぐらいだったと思います。詳しくないです。ゲームはやってるけど詳しくないです。はい、一応こんな感じですね、並べた感じ。多分スタンダードに並べるんだったら
こうなのかな、こういう並びになるのか。私的にはこうな感じですけどね。じゃあちょっとこの2人をこちらにずらして妙をカメラで寄ってみましょう。はい、こんな感じ。あ、裏にいるね。はい、ここ1点で支えてます。こことね、膝だけ、こんな感じ。足のこの星のマークも、はみ出しとかもなく綺麗に、塗装されております。はい、では、一応3回連続でやってきましたけど、一応今回の、ニュージェネレーション3人のご紹介、その最終、本田望緒のご紹介でした。ではまたお会いいたしましょう。バイ。